さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのは第71期王座戦挑戦者決定トーナメント。こちら振り駒の結果、先手が藤井聡太竜王名人、そして後手が羽生善治九段というね、いやーこれはスターの対決ですよね。まあ、かつて七冠を制覇した羽生善治九段と、そして現七冠を保持する藤井聡太竜王名人というね。いやーこちら現在ベスト4なので、勝った方が挑戦者決定戦に進むということになります。早速見ていきましょう。さあ本譜先手となった藤井聡太竜王名人、2六歩とまず飛車先をついていき、後手の羽生九段も8四歩と居飛車で行くというような形ですね。さあ戦型はどのようになっていくのでしょうか。2五歩、8五歩。さあ、ここが分岐点のまず一つですけれども、本譜は7六歩と、角代わりの目指していくという格好になりますね。さあ、後手の羽生九段がその角代わりを受けるかどうかというところになっていきそうですが、本譜は3四歩に8八銀。そして、ここで7七角成と、さあ、角交換をしていって、羽生九段が角代わりの後手を受けていくというところですね。さあ、角代わりの先手番となっている藤井聡太竜王名人。まあ、非常にね、まあ、勝率も高いし、現在先手番の角代わりが非常に、まあ、ソフトの方では先手の方がね、まあ、いいんじゃないのかというところをね、現在言われているところですけども、後手の羽生九段受けるということは何か作戦があるというところですね。そちらに注目して見ていきましょう。さあ本譜は1六歩と、まずは端をついていき、対する後手も9四歩と、端をこちらですね、まあ、逆の端をついていく。さあ先手は9六と、まあ、9筋は受けていくんですが、後手は今回1筋を受けずに3三銀を先に上がったというところですね。まあ、1四歩と受ける方も多いんですけど、本譜は手抜いていくと。なので、すかさず、ここで1五歩とね、先手は端を突き越して、まあ、端の位を取ったという主張を、まずは取っていく。ただし、先手番と言いながら、序盤にね、まあ、2手、端に手をかけたので、まあ、この、あえて2手刺させることによって、後手は、先にね、動いていって、攻勢を取っていこうという作戦でしょうかね。本譜7二銀と上がっていき、7八金に7四歩、4八銀に対して、後手がここで7三銀と、早繰り銀で来るね、まあ、非常に足の速い動きでね、まあ、銀を繰り出していくというところですね。まあ、早繰り銀は比較的速攻の目指すような指し方なので、先手がここ端に2手刺してしまったので、まあ、この右銀がね、ちょっと立ち遅れてるというところを後手は主張して早めに動いていったというところですね。さあ先手は4六歩と、まあ、ついていき、まあ、角代わりの戦型といえば大きく棒銀、早繰り銀、腰掛け銀と、まあ、3つあるんですけれども、まあ、こちらね、まあ、早繰り銀に対しては腰掛け銀でね、受けるというところが、まあ、一応セオリーとしてあるんですけれども、その右銀がね、立ち遅れているので、まあ、後手としては早めに6四銀と出ていく。先手は4七銀と上がっていくんですけどもね。まあ、腰掛け銀にはちょっとまだ手が追いついていないというところです。まあ、本譜はここで4二玉と、まあ、行って、まずは一度王様を、居玉を解消ですね。まあ、ここで動いていってしまうという手もね、まあ、手順としてはあるんですけども、早繰り銀に対しては、この2四歩とね、まあ、ここを突き捨てるのが反撃の手筋で、この7筋で交換した歩をここに打つんですよね。継ぎ歩をして、まあ、同歩と取ってくれば、同飛車と足した手が、この出てきた銀と桂のね、両取りの十字飛車が見事に決まるよというのが、まあ、習いのある手筋になっていますので、まあ、この局面で7五と来たら、まあ、そういう風な動いていって、対応できるよと。まあ、ちなみに受け方としてなんですけど、この局面同歩と、まあ、同銀はね、まあ、やはり、ここ、5五角がありますので、同歩と取るしかないんですけど、まあ、この瞬間に同歩と取らずに、まあ、後手としてはね、
まあ、例えば8六から銀を交換していくか、7六歩と打つか。まあ、いろいろ、まあ、そこはまた選択肢があるというところですね。まあ、一例としましては、まあ、これで取り込まれるよというところで、まあ、歩を受けたりとか、あるいは、まあ、ちょっとね、まあ、強く角を打って、まあ、鳴ってきたときに、まあ、2七歩と打てるようにするとかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、一例として、早繰り銀のね、まあ、非常に激しく行くのならば、まあ、ここで戦いを起こしてしまうというところも一応一つあるんですけども、本譜はね、4二玉と、まずは王様を移動して、まあ、比較的守りの硬いところに行くと。ならばと、先手は銀をね、まあ、腰掛け銀にして追いついていくというところですね。で、本譜はさらに、ここで3一玉と、まあ、囲っていき、まあ、こうすることによって、まあ、7五歩からね、行った時の、先ほどの2四歩、同歩、2五歩、同歩に同飛車と走った時に、桂馬は王様の紐ついているよというところで十字飛車にならないようにしているので、まあ、ここでいつでも7五歩からね、行けるようにしておりますと、まあ、桂馬に紐をつけて備えていくというところで、なので先手としてはここで一度6六歩とね、まあ、受けて、早繰り銀に備えていきます。まあ、これは次、放っておけば、6五歩とね、先手がついていけば、銀を追い返すことができますので、まあ、後手としては、この瞬間に7五歩と行くというところですね。で、この6六歩のついた効果で、本譜は、6七銀とね、まあ、引いていって、7六歩と取り込まれるんですが、それを形よく、同銀右とね、まあ、取っていってというところですね。さあ、銀が、見事に繰り返って、ここを固くしたので、後手としては5五銀と、まあ、出ていって、4六の歩を、まあ、揺さぶっていって、まあ、取りますよと見せていきます。さあ、先手は構わず、5八金と、上がっていき、4六銀と、まあ、歩は取られてしまうんですけども、その一歩取られてる間に、先手は陣形を整えていこうと。要は後手がね、銀を出たり、引いたりと手順を尽くしているので、その手数分、先手は効率よく駒組みを進めるというところですね。まあ、後手は一歩得が一応主張とはなるんですけど、先手はその分駒組みを固めてますと。そして序盤で取った端の位も主張としてありますよというところで、まあ、どちらの主張が通るのかというところが、まずは楽しみですね。さあ、本譜、5五銀と、まあ、銀がね、行き場所がないので、まずは引いて、働きを良くするんですが、7九玉と先手は囲っていき、そして後手は7四歩とね、まあ、あえてここに打っていくと、まあ、先手から7五歩と打たれると位を確保されるので、まあ、7五歩と、まあ、位を確保はさせませんよというところだし、まあ、早繰り銀のよくある習いの手筋で、まあ、銀をさらに引いて7五銀とね、まあ、ぶつけていく筋も出てくるので、まあ、そういったところの足場にもなる歩というところですね。さあ、本譜、ここで3六歩とやっていくというところですが、まあ実はまだね、まあ前例のある将棋というところで、まあ羽生九段が後手を持って前例があるというところなんですけど、ここで羽生九段が前例を離れて、6四銀と、まあ離れ、シンプルに引いていきました。前例では5二金とね、まあ金を引きつけていったんですけども、まあ、前例通り進んでいったならば、6四銀に対して、まあ、ここでね、次7五銀のぶつけがあるので、まあ、3七角とかがね、まあ、一応警戒する必要が出てくるというところにもなってくるので、まあ、これに対して、まあ、8四飛車など浮いてというところで、ま、いろいろあるんですが、まあ、将来的に、ま、こう追い返されていって、まあ、7二歩みたいな手がね、まあ、出てきたんですよね。まあ、戻りまして、本譜、ここで6一金を保留したままシンプルに6四と引くことによって、同じように進んだ時に、まあ、7二歩を、この金がね、あえて居残りする形にいることで、まあ、7二歩に備えておくというところも、羽生九段は考えて前例を離れたのではないのかなと推測されますね。さあ、続けて見ていきましょう。さあ、前例を離れたというところで、まあ、金が保留しているんですが、ここで藤井聡太竜王名人も手を変えて3七桂とね、まあ、角を打たずに桂馬を使って
較的今攻撃的に攻めていったというところですね。まあこれは金が逆に見れば立ち遅れているので、まあ角を打つんじゃなくて、桂馬を使って足の速い攻めを使っていって、後手のね、まあ駒の陣形の不備をついていこうというところでしょうかね。まあ攻めてくるならやってこいというところも考えられます。さあ本譜、ここで一度4四歩と。まあ角のラインに備える。まあ要は7五と行くと、飛車の小瓶が空いてしまいますので、何かの時の5五角がね、まあ両取りになりうる可能性があるので、先にここを塞いでいくというところになっていくんですが、ここで先手が2四歩とついていくというところですね。まあ同歩、同銀どちらもあるんですけども、本譜は同銀と取っていきました。やはり同歩と取ると、いつでもね、2五歩と、まあ継ぎ歩をされていって、まあ桂馬をね、まあいつでも跳ねる形ができますので、まあ本譜のように今回は同銀と取っていって、まあ直前に刺した4四歩が、この両取りを一応防いでいるので、まあこれで銀で取ってというところでしたが、先手はここでさらに4五歩と、まあ歩を合わせていくというところでしたね。まあこの狙い筋は何なのかというところになってくるんですが、同歩に対して、ここで6五歩と、まあ、ついていくというところが、先手の狙いというところでしたね。まあ、もちろんこれ銀取りなのですけども、引いてしまうと、これはね、4四角という手が決まってきますので、本譜5五と、まあ、出てきて、まあ、銀を前に出てくることになるので、まあ、先手としてはこれがいいのか悪いのかというところあるんですけども、まあ、銀が動いたというところで、ここで4五桂と跳ねることで、まあ、この5三地点のね、守りが今ないでしょと、金が立ち遅れて銀が動いたので、まあ、この桂成りが今見えてるよというところで、まあ、激しくね、踏み込んでいったというところになります。さあ、これに対して後手の羽生九段、なんと力強く受けていく、その次の一手が4二飛車というところですね。いやー、これはね、激しいですよね。まあ、激しく行くなら5三桂成りといって、まあ、4九飛車成りのような、まあ、こういった攻め合いもね、まあ、一つ考えられる手順というところはあったんですけども、本譜はここでね、踏み込まずに一度4六歩と、桂馬を歩で支えていきます。まあ、これはね、一見タダで取られそうなんですけども、ここで取っていったり、まあ、あるいはね、まあ、3七角からね、まあ、こう、歩を外していくような筋ですね。まあ、そういうふうに、もしね、やってきたならばと、いうところならば、結果5三この桂成りの時に飛車が走れないんですよ。自分の駒があって。まあ重くさせて、これで成桂だけが主張できるというような狙いなので、まあ実はただなんですけど、取ると飛車先が重くなるよというね。まあこの辺がね、軽やかな歩の手筋ということで、まあなかなかね、簡単には取れない歩というところになっています。さあ、ここで、なので本譜は4四銀とね、まあ、銀をスッと、まあ、柔らかい柔軟な発想ですけど、引きつけておいて、まあ、桂頭の銀と、まあ、これで、桂馬のね、まあ、駒を防いでいってというところで、まあ、将来的に3七角と、まあ、今度はね、この桂馬を取り切ってしまえば、駒得になるというところで、比較的柔軟のあるね、まあ、銀引きということになります。さあ、先手がね、そしてここで、2九飛車と、まあ、3七角に備えてね、まあ、先手で打たれないようにじっと飛車を引いておくというところになっていきますね。いやー、比較的ね、まあ、このあたりはお互いね、まあ、相手の手を消すように指していくんですけども、まあ、ここでね、それでも3七角と取りに行ってしまうと、4七金とね、上がられてしまうと、この角の行き場所が実はなくなっていきます。なので、本譜はこちらから5五角とね、まあ、こちらから角を打っていきました。まあ、こうなってくるとね、まあ、同じように金で受けてきたならば、まあ、角取りじゃないので、まあ、いつやるかは別として、将来的にこの金と飛車の、この格好が良くないので、角を切ってしまって、そして銀の割り打ちが将来的に残りますよ、というようなね、まあ、狙いもありますので、この4六歩をね、実は受けるのが難しいというところで、
本譜は受けがね難しいのならば攻め合いに行くというところで8三角と放っていきます。さあ金取りとまずは攻めていって、本譜は5二金と、まあ、かわしていくんですが、7四角成と、まあ、歩をね、まあ、取りながら馬を作っていくと。さあ、これに対して後手も4六角とね、まあ、桂馬を支えている歩を取ってしまって、桂馬を取り切ってしまえば駒得にはなるというところで、さあ、ここで4七金と、まあ、力強く金を上がっていき、まあ、ここですよね、まあ、分岐点。まあ、これをね、まあ、思いっきり、もう取り切ってしまって、まあ、角を取らせてね、まあ、取っていく。角と金桂交換というところもあったと思うんですけど、やはりこの6四歩とね、攻めた時が、まあ、飛車が走りたいんですけど、走った時にこの金の支えがなくなるので、まあ、こういう先手の反撃が予想以上にきついと、おそらく、ね、あるので、ここでは踏み込まずに、本譜は5五角と、まずは一度引いていってというところですね。まあ、飛車と金の形が悪いので、まあ、こういつでも角を切って、3八銀など、まあ、こういった攻めの方に期待したのかもしれません。さあ、本譜はここで先手も、またもやじっと4六歩とね、まあ、支えていくというところです。いやー、ここね、まあ、あくまで、桂馬を取り切らせませんよというね、まあ、駒得をさせないというところです。さあ、後手としても何かと手を作っていきたいんですが、ここで65分のね、まあ、大長考ですね。7三歩と、まあ、この馬をね、まあ結構いい位置にいますので、まあ、この馬をまずはどかしていこうというところですね。まあ攻めに将来的には使えなくはなるんですけども、それ以上にね、やはりこの馬が今輝いているので追い払っていこうと。7五馬と逃げていくんですが、ここで後手の羽生九段が4五銀とね、まあ動いていきましたね。桂馬を食いちぎって、同歩。そして、7七角成と、同桂に、3八銀と、待望の筋を決行していき、6九飛車に対して、4七銀ならずと、さあ、これでね、まあ、角を引き換えに、まあ、金銀をね、まあ、取って、使っていってというところで、2枚替え。というところに、まあ、なるんですけれども、まあ、これで、どうなっていくのかというところですね。早速、続きを見ていきましょう。さあ、攻めをつなげたい後手、羽生九段ではありますけども、ここで先手の反撃、6四歩と、さあ、早速、歩をついて、アタックしていくということですね。まあ、これを仮に同歩と、まあ、取っていくと、まあ、同飛車とね、走った手が、まあ、飛車成とあって、飛車成を受けるならば、8四とね、回っていって、竜を作るような手というところで、まあ、なかなかこの歩はね、まあ、どうするのかというところでしたが、本譜はね、一度5八銀成と先に先手でね、入っていき、まあ、これ歩になってきたならば、これ王手でね、一回先手で取れますので、これに対して一度逃げていくというところですね。それから6四と取っていったというところですね。まあ先ほど同飛車と取られてどういう変化になるのかというところだったんですけども、まあおそらくまだ金があるのでね、まあ7四歩と軽く馬取りに見せておいて、まあ同飛車ならばもう手堅く金を打ってしまうとか、まあいろいろあるかと思うんですけども、まあ本譜はね、これを同馬と馬で取っていったんですよね。まあやはり、いきなり飛車を成ろうと、まあ急がずね、まあじっとここで馬を、働きがちょっとね弱かったので、まあこちらを馬を使っていき、で、本譜は、ここで6三と歩を打っていったんですよ。で、この歩に対して、4六馬とね、まあ手順に馬を好位置に繰り返ることに成功していくというところですね。まあこのあたりはいろいろとあったと思うんですよね。まあなんてか戻りまして、まあ、ここで、例えば、7四金みたいなね。まあ、両取りも一瞬見えるんですけど、おそらく、まあ、馬で取ってしまって、同歩に、まあ、6一飛車成と攻めていって、まあ、こういった攻め合いになってきたときに、やはり、後手の羽生九段としては選ぶことができなかったということですかね。やはり、竜ができて、攻められてくるとというところで、
まあ、ここで7四金とするんではなくて、本譜は6三歩と、まあ、追い返すことを選んでいったというところですね。まあ、仮にこれを踏み込んできたのならば、同飛車成とね、まあ、下手に対して5四角などでね、5四角と、まあ、反撃に打ってしまって、まあ、これは攻め合いがおそらく成立しそうなので、まあ、先手もこれは踏み込まずに、じっと4六と引いたということになると思います。そしてこの4六とね、引いた馬の位置が飛車を走らせない。まあ、現時代、飛車が効いてるんですけど、まあ、これで飛車が自由に、8号とね、振って8一飛車成のような、まあ、飛車がね、成り込む準備ができたと、馬で守っているというところですよね。さあ、なので、後手としてはここで9三桂と跳ねて、まあ、飛車を絶対回らせないぞというようなところがね、まあ、見えてくるんですけれども、さあ、これでね、まあどうするかというところなんですけども、じっとね、先手がここで6七銀打ちと、さあ、これで攻め駒を攻めに行って、まあ完全に余しに行くというところに切り替えに行ったというところですね。いや、非常にこの成銀取りがね、ちょっと厳しいと、まあ受けがどうするのかなと。パッと見えるのはやはり金を打っていって、逃げていってというようなあるんですけど、まあちょっといかにもちょっとね、2枚で重く攻めていって、さらにここで5六歩などでね、馬の利きも足されてくると、さすがに苦しくなってくるので、まあ本譜はここでちょっとひねり、6四桂打ちとね、まあ桂馬を打って、まあこの銀をね、狙いに行くと、まあ成銀を取ったら、この銀を支える紐がないでしょうというところですが、先手は注文通り、ここで5八銀と、まあ、取ってしまって、7六桂とね、まあ、お互い銀を取り合う形になるんですけれども、ここでさらに6七銀打ちとね、まあ、さらにね、手厚く銀を放っていくというところですね。いやー、攻め合いに行くのかなと思いきや、後手がね、まあ、ちょっと無理して攻めてくると見るや否やね、ここで急にね、まあ、攻めを催促しに行くような、いや、緩急自在のね、差し回しというところですね。まあ、そして桂馬が手に入ってしまえば先手は4四桂などでね、まあ、欲しい駒にもなってくるので、まあ、後手としてもね、まあ、なんとか攻めたいんですけど、現状攻め駒が足りないというところですよね。しかし、この桂馬を取られてしまっては、攻めの火種が消えてしまいますので、本譜は8八銀と、まあ、なんとか攻めをつないでいきたいというところですね。で、これはもう同金と取ってしまって、6八金と、まあ、逆モーションで金を打つんですが、8九玉に8八桂成、同玉と、さあね、まあ、取っていき。いやー、これでね、まあ、後手はここに金が1枚、そして持ち駒の金と、あとはね、まあ、ちょっと苦しい攻め駒がね、いかんせん足りないので、先手はこういうふうに余しに行きたいというところですが、ここで後手の羽生九段はなんとか手を作ろうと、まあ、頑張って、8六歩とね。いやー、ここでね。まあ、手はね、探せばあるもんかというようにね、まあ、作っていきましたね。8六歩に対して、同歩。そして、5八金とね、まあ、こちらを相手取るんですよね。そして、同銀とね、まあ、銀が取られるんですが、この銀が離れたので、ここで7六銀打ちと、まあ、あの手この手でね、まあ、攻めを繋いでいこうというところですね。まあ、攻めが細い中になっても、まあ、手を繋いでいくという羽生九段でしたが、この手に対して、もうぴったりに受けていきました。その手がこちら、7五飛という手でしたね。まあ、次の一手、玉頭に抑え込まれる一手が見えてくるんですけども、本譜8七金とやはり打ってくるんですが、いかんせん2枚の攻めなので、7九玉、7七銀、長ずと入っていくんですけれども、まあ、これをね、早逃げ、6九玉とね、まあ、逃げていき、7八金と、まあ、入っていくしかないんですが、5九玉とね、まあ、これでもう右側が広いというところですね。まあ、7号車と催促をして、まあ、後手にもう攻めを追わせるように、駒を使わせていきましたね。さあ、本譜6八金と寄っていって、4八玉と、まあ、逃げていくんですが、5八金と、まあ、剥がしていき、同玉に、ここで5四桂とね、
まあやはりね、まっすぐに投げるんではなくて、なんとか攻めをつなげるように盤上にね、駒をやっていって、まあ、この先手玉をね、まあ、包囲網を作っていこうというところです。まあ、馬取りなので、まあ、これ以上攻められないように、まあ、遠くまで逃げていく2八馬と。さあ、そして6六銀ならずとね、まあ、下にアタックをしていって、なんとか、まあ、玉頭を抑えてというところなんですけども、ここで待望の7三飛車成と、竜を作っていき、さあ、いよいよというところですね。さあ、後手としてはね、もう、いかんせん、駒が足りないので、4号車と、まあ、待望のね、眠っていた車を走り出して、なんとか、攻めを、つなげていこうというところなんですが、じっと4七歩と、まあ、歩でね、まあ、しっかりと止めていくというところですね。さあ、ここで、秒読みまで持ち時間がなくなってしまった羽生九段、時間を使い切って、次の一手が4六歩と、なんとか、こじ開けに、歩を合わせていったんですが、この歩を打った瞬間に、7一竜と、まあ、大手で竜を入っていったというところですね。まあ、歩を使ってしまったため、4一歩とね、打てないんですよね。いや、このあたりのタイミングというのが非常にうまいですね。この大手に対しては、2二玉と、入るしかないんですけども、ここで4六と、まあ、手を戻していくというところですね。同桂と取られ、大手なんで、一瞬先手玉怖く見えるんですけども、4七玉とかわしていき、5八桂成とね、まあちょっとね、空き王手で迫っていくんですが、ここで冷静に4六銀打ちと増していって、まあ非常にね、まあ効きのある駒で強く受けていくと。それでも5七銀成と、まあ迫ってはいくんですけども、冷静に3七玉とかわしていくと、これ以上ね、まあ、ちょっと追いかけるのが難しいと見た。ここで、羽生九段の投了となりました。いやー、非常にね、まあ、この熱戦、終盤のね、ところまで互角で進んでいったんですが、まあ、気づけば、藤井聡太竜王名人が攻めを余しに行くというね、まあ、緩急自在の差し回しから、そして最後は竜を作って、ってというところでしたね。投了図以下見ていきましょう。まあ、これはすぐに負けというところではないんですけども、まあ、現状ね、ちょっと王手が続かない。そして飛車取りが残っているというところですが、まあ、ね、横に逃げていって竜を作りに行こうとしても、例えばここに逃げたとしたら、まあ、おそらくね、まあ、こういった角のラインですかね。7六角のような手とかが、おそらく藤井竜王名人は用意されていると思います。この手の意味というのは、まあ、飛車取りなんですけど、まあ、竜を作って、まあ、頑張っていこうとしたならば、すかさず3二角成からね、まあ、即詰みですよというね、まあ、飛車が動いたら詰ませるという非常に強いね、まあ、手になってくるので、まあ、詰まし方はいろいろあるかと思うんですけども、まあ、金がね、コンプリートしてしまうと、まあ、ペタペタと貼るだけで積んでいくようなね。まあ、比較的分かりやすく積みというような格好になってくるので、まあ、こういったところで、このね、飛車が横に逃げるのも難しいと。かといって下に逃げていっても、まあ、この王様の小瓶を攻めるようなね、角打ちだとか、まあ、あるいは歩でね、浮かせるとかして、まあ、いろいろな攻め方があるので、まあ、先手玉ね、大手がもうちょっと攻め駒が足りないので続かないのに対して、逆にこういう風に、まあ、一掃されるような大手とかね、されてくると、まあ、銀を使っていっても、これはね、切っていって、桂馬で取ってしまえば、金がいるので、2一金から詰みだし、よくある詰み筋ですよね。まあ、かといって、まあ、同金と取っていけば3一銀とかでね、まあ、大手飛車取りとかで、どんどん駒を剥がされていく格好になっていくので、まあ、これはね、まあ、ちょっと、まあ、飛車も逃げるものも難しいし、かといってこれ以上先手玉寄せることもできないということで、投了やむなしかと思います。さあ、これで、ね、藤井聡太竜王名人が勝ったというところで、挑戦者決定戦にまずは名乗り上げたというところで、さあ、いよいよね、今まで王座戦はうまく、ベスト4までが最高だったんですけど、今回初めて挑戦者決定戦になったというところですね。そして反対ブロックは、
渡辺明、まあ、九段ですか、今。と、豊島九段がね、まあ、残っているので、この二人が戦って勝った方と、挑戦者争いをするというね、いや、非常にレベルの高い王座戦になりそうですね。反対ブロック、渡辺九段が来るのか、豊島九段が来るのか、この二人のどちらかと挑戦者争いをして、永瀬王座に挑戦というね、まあ、非常に注目度の高い、この王座戦のタイトルになりそうですね。これからもこのチャンネルでは、こういった注目の対局も含めて、どんどん追いかけていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価していただければ励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。